本日はシンシア PR の新田真由子さんにお越しいただきました。新田さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ新田さん、改めてですね、今やられていることも含めて夢やビジョンをお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、私今 PR プロデューサーとして、お客様のメディア PR の代行ですとか、あとは発信のサポート、あと自分自身も実際に取材に行って記事を書いたりとか撮影などもしています。で、どういうビジョンですとかが、はい、っていうことですよね。はい、そうですね、なんかいろんな人がいろんな思いを持って活動してると思うんですけれど、その思いがもっといろんな方に届くようにお手伝いしたいなっていうのがまず一つあるんですね。で、その届けることによってやっぱりいろんな価値観を持っている人がいろんな取り組みをしているので、それを応援し合える社会を作っていけたらいいなっていう思いでやっています。いいですね、応援し合える社会、素敵ですね。なんかその実際にこのいろんな人がいろんな思いを持ってこう届ける活動とかされてきて、なんかこう思うこととか感じることみたいなのどういうことをあったりするんですか、現場では。そうですね、なかなか自分一人で活動してると不安になったりとか、あと、まあ、これって意味があるのかなって思ったりすることもあると思うんですね。いくらね、自分が大事にこれってすごい大切なことだなって思ってても、なかなか自信持てないこともあると思うんですけど、それを例えばいろんな方に知ってもらうことで、それっていいねってなって、で、応援してくれる方が増えてくると、自分の取り組みにも自信を持てる方が増えてきて、で、そうするとまたその思いが、いろんな方の応援が力になって、その人の目指す未来とかに、どん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 スピードに乗って進んでいてるなっていうのを感じているので、はい、実際にいろんな方にしてもらって、すごい力になるんだなっていうのを感じてます。なるほど。もう確かにこう、一人でやってると、自信、これでいいんだろうかとか、なんか不安になることはあったりするけれども、なんかそういう応援し合える社会で、なんかそういうのを PR してもらえると、あ、本当に自分のやってることに意義があるんだとか、なんかそういう自信がどんどんなっていくんだろうなっていうのをすごく感じました。そうですね。ありがとうございます。なんか、ですね、その今やられているその PR 代行や発信のサポートとかやりながらですね、こう応援し合える社会を作っていこうと思ったときに、こう1年後、2年後、3年後、5年後などですね、もう今やられていることの目標や計画、などがあれば教えていただいてもよろしいですか。そうですね、個人としては今のコンサルだったりとか PR 代行もしてるんですけれども、はい、もっともっとその発信したい、あといろんな思いを持った方が自分の言葉で自分の内側からの思いを届けられるような、そういう言語化したり、PR っていうスキルを使って届けるそのノウハウとか、そういったこともぜひいろんな方に知っていただきたい、伝えていきたいなって思うので、そういった講座も考えているところです。なるほど、はい、うん、なかなかこう自分の言葉で発信するとかっていうか、日本人難しい人も多いのかなと思って、なんかすごいニーズありそうだなと思いました。ね、ありがとうございます。そうですね、なかなか届けたい思いがあっても言語化できないとか、その思いがもやっとしていて、なんかうまく伝わらないっていうこともあると思うんですね。なのでそういったところに気づけたらすごくいいなっていうのと、あとはですね、やっぱり発信するときにすごい大事だなっていうものって、その人自身の在り方っていうか、自分っていうその発信する人の在り方でどう届くかとかって変わってくるなっていうのは私すごく思っていて、なのでその自分がどうあってどういう社会を目指すかっていうところまで考えて発信できる人ができていったら、すごくもっと思いが届くんじゃないかなっていうのと、そうすることで社会がもっと良くなっていくんじゃないかなっていうのを感じているので、
まあ、いろんなスキル学ぶ場はあると思うんですけれども、そういったところからお伝えしていけるような、そういうことを考えています。なるほど、なるほど。そういうスキルだけではなくて、そのあり方とか、なんかそういうところにもやっぱ着目して、なんかその辺を届けるノウハウとかもどんどん教えることをやられていくってことなんですね。そうですね、そういうこともしていきたいなって思ってます。近い、こう春には。春にはもうすぐですね、楽しみです。すぐです。はい。はい、ありがとうございます。そんな中でですね、こう日々、今ですね、やっぱこう思い、応援し合える社会を作っていこうという今のこのビジョン、夢の中でですね、日々大切にされていることであったりとか、日々大切にしている基本理念や活動指針などがあれば教えていただいてもよろしいでしょうか。そうですね、なんかいくつかあるんですけれども、発信っていうところで言うと、よく私こちら今福島市ではなく福島県に住んでるんですね。福島県の南相馬というところに住んでるんですけれども、はい、なんかいろんな方が取材に来て、メディアの方に取材されて、それが発信して流れた時に自分の思いとは違った風に伝わっちゃうっていうことってよくあるんですね。やっぱりメディアの方もその届けたいものがあって、こういった切り口でその方の言葉を届けたい、メディアに載せたいっていうのがあるんですけれど、よく芸能人のニュースでもその人の言ったことの1分だけを切り取って届けられるから誤解されるってあると思うんですね。でもそういう風になった時に、やっぱり取材された側ってすごいちょっと悲しい気持ちになるんですね。ちょっと違って受け取られちゃったなっていうのあると思うんですけれど、なので私自身が発信したり何か言葉にするときは、その方の思いをちゃんと間違いなく届けるというか、その方を裏切らないっていうこと、傷つけないようにするっていうことはすごく大事にしてますね。思いと違うことがやっぱ届けられてしまう、そういう現場があって、やっぱその方の思いがこう間違いなく裏切らないようにこう発信されていくこととか、なんかそういうのをやっぱ大切にするのってすごい大事だなって思いましたね、今のメディアを見てても。なんかせっかくだからね、その辺はなんか私が取材した方とかもやっぱりお世話になって、その方にその方の思いを聞かせていただいたのに、その方の気持ちをこう傷つけるとかはしたくないなっていうのはすごく思っていて、かつその方の言葉を伝えることで、それを聞いた方がまたその方のことを誤解 しないようにするっていうことで、すごく想像力を働かせて言葉を尽くすっていうんですかね、そこはすごく意識しているところですね。その想像力を働かせながら、いや、その人にこうなりきるといいますか、その人の立場に立って、なんかちゃんと PR されていたりとか、そういう気持ちを汲み取ってるんだなっていうのは、すごくいろんな記事を見てたりとか、発信してたら、すごく感じました。そうですね、なんかね、受け取った側のことまで考えると、なかなか 100% の人にね、理解していただけるとか、それっていいねってなるってことはないとは思うんですけれど、それでもできる限りのことはね、丁寧にやっていきたいなっていうのは本当に思います。はい、ありがとうございます。じゃあここまでちょっと質問の質を変えてですね、今この価値観を応援し合える社会を作っていったりとか、その今 その PR 代行や橋のサポートとかをされている、そういう夢を持たれるようになったきっかけとか出会いっていうのはどういったところからだったのか、その辺をお伺いしてもよろしいでしょうか。そうですね、なんか話すと本当に長いので、はい、長いなと思うんですけどなんかもともとフォトジャーナリストになりたいなっていうのが、まあ、20代30代前半ぐらいにあったんですけれど、東日本大震災があった時に、私フォトジャーナリストになりたいのにカメラを持たずに
東北に行ったんですよね。でその時に、まあ、いろんな方と出会ったわけなんですけど、なんかその時にねすごく感じたのが、あるワークショップで写真を見ていただいたんですと、まあ、ボランティアに行ったんですけど、その後写真撮ってって言われたので写真を撮るカメラも持っていくようになったんですけど、でその時に出会った方のところにずっと通ってたので、写真をある著名な方に見てもらった時に、なんかもっとかわいそう大変に見える写真の方がいいって言われたんですよね。で私が撮ったのはおじいちゃんが瓦礫の中を歩いてるんだけど笑顔だったんですよね、その写真が。で、まあ、笑顔なんだし、まあ、すごい大変なことは大変な状況の中で暮らしてることは間違いないんだけど、それでもその非日常が日常になっちゃった中を生きてる、でその中で会話もすれば笑う時もあって、まあ、そういう違和感みたいなのをね、私はその写真の中で自分で撮って感じたんですけれど、まあ、人に伝えるにはもっと大変そうな写真じゃないとダメっていうことだったんですね。でそういったなった時に、私の伝えたいのってただただ辛い、震災って辛いねっていうことを伝えたいわけじゃなくて、その中にいる生きてる人たちの暮らしだったりとか、そういう思いを伝えていきたいなっていうのをすごく感じたんですね。なのでその時に、まあ、フォトジャーナリストっていうのはあるんですけれど、そうじゃない私なりのジャーナリズムっていうのをすごく考えたいなっていうふうに思ったんです。でそれはまあ何だろう、そこからまあしばらくずっといろいろあった中で、私福島に行くわけですけど、で福島で大学生たちに被災地実習の授業とかも担当するようになって、でなんか話がねすごい長くて飛び飛びでごめんなさいな、関心あります。私、震災があって原発事故があった時にやっぱり、電気って自分たち使ってるよなってな感じたんですよね。で誰かを責めるとかじゃなくて、やっぱりその何か事故があって、まあ、それを起こしたっていうところの責任はまああるかもしれないけど、それを責める前に自分たちの暮らし、電気を使う暮らし、あと何だろう、何か当たり前のようになってるものに対する無意識な自分たちの無責任さっていうのをもっと考えなきゃいけないなっていうのをすごく感じて、でその時に、それでまあ震災後宮城県にボランティアに行ったり、あと何年かしてね福島の大学に勤めたりして今があるんですけど、私人の応援したりとかこちらで頑張ってる方のことも伝えながらも、その届けることを通して問いを投げかけるという、感じ、自分はどうありたいのっていう、どういうふうに生きていきたいのっていう、そういうね問いを投げかける気持ちをすごく常にベースに持ってるなっていうのはありますね。なので、話がなんかちょっと飛び飛びなんですけど、なんか今やってるものも当時目指してたフォトジャーナリストではないんだけど、やっぱり全て私の中では PR っていう名前でくくってはいるけど、ジャーナリズムだなっていうのをすごく自分で感じてる。なのでやっぱりあり方とか生き方とか、誰かの思いをね大切にするとか、自分とは違った人の価値観を尊重し合うとか、でその上で応援する、で自分だけじゃないいろんな人の思いとかいろんな中で生かされてるっていうことを感じながら、自分が何を選択していくか、そういうところをすごく大事にしていきたいなっていうのを、まあ、考えてるんですね。まあ、それは子どもの頃からそういうのはあったんですけれど、まあ、震災
をきっかけにね感じることは本当に多かったなって思っていて、それがまあ今のお仕事にもつながってると思います、うんうん、ありがとうございます。その震災をきっかけにその、うん、そこで得たその写真のプロの方から言われた言葉だったりとか、あとはそのジャーナリズムですね、新田さんなりのこうジャーナリズムの追求であったり、やっぱその届けることとしてなぜそれをやるのかとか、なんでどういうふうに生きていくのか、その問いをやっぱ投げることっていうのが、やはり最初の方に言われていた、うん、こうあり方ですよね。自分はどうありたいのかとか、うん、なんかやっぱその辺をやっぱポイントですごく見られてるところは、やっぱそこをきっかけにすごくつながってるのかなっていうのをすごく感じましたし、なんか一人一人こう違うことを応援し合えることっていうのも、なんかそこから全部こう来ているのかなっていうのはすごく感じました。そうですね。なんかあのね、ジャーナリストのその著名な方も、まあ、単純にアドバイスしてくれただけなので、その場ではそういう写真がきっと求められてたんだろうなと思うので、その方がね、なんかっていうことではないんですけど、すごくいい気づき、自分の中にそれをいただけたなっていうのは感じてますね。ありがとうございます。最後の質問になるんですけども、まあ、そのようなこの 3.11 の、 このきっかけであったりとか、被災地に行ってみてそのジャーナリストの方との出会いがあったとしても、こう今のようにですね、こう応援し合える社会をこう作っていくであったりとか、あとはこう自分の在り方とかを大切にしながらそれをこう届けるような仕事にするっていうふうにまでなる方って結構少ないと思うんですね。でなんかやっぱそのきっかけがあったとしても、あってそこの今の夢をやビジョンを持つようになったのにはやはりこう新田さんのこう元から持っているこの背景であったりとか、大切にしている概念であったりとか、そういったものがあったから、それをきっかけに今の夢ビジョンになったかと思うんですけども、さっきもちょっとちらっと小さい頃からあったと言われてましたけれども、こう小さい頃からこうどういうふうなのを大切にされていたり、どういう背景があって新田さんがなっているのか、その辺をもう少しお伺いしてもよろしいでしょうか。そうですね、小さい頃から、はい、なんかあの私すごく田舎に住んでるんです、住んでたんですよ、岐阜県の、はい、まあ、クラス替えもまあしたことないですし中学までで山に囲まれて 97% ぐらいだったかなが山なんですけれど、うん、でそういった中で例えばあの山火事がありましたってなると、山には動物もいますよね、うんうん、で私の父が消防団で山火事の時にノウサギをこう火傷してたから連れて帰ってきたんです。で手当てをしてあげて、ですごい懐いて可愛かったんですけども、まあ、山に返してあげる、でそういうのが普通にあって、自分の暮らしの中で、うんうん、自然の中で自分人間だけが生きてるんじゃなくて、いろいろなものが生きてるんだなっていうのはすごく感じていて、でそうするとやっぱりあのすごく便利だけど、何かを山を壊して新しいものを作るっていうのに子供ながらに心が痛むみたいな、あそこにいたウサギが動物たちはどこに行くんだろうなとか、まあ、そういう子供ではありましたね。なので、まあ、それが一つ大きかったのと、やっぱり祖父母と暮らしている中で昔ながらの丁寧な暮らし、なんかそれがすごく不器用ではあっても、淡々とその日々自分の役割を全うするっていうんですかね、畑に行って朝早く起きてお掃除して畑に行ってっていう、まあ、なんか何でもないその暮らしっていうのを全うしてる、うん、もっとああなったらいいなとか、自分はダメだとか、なんかそういうのではなく、ただただその自然と向き合いながら生きてるっていう姿っていうのを見てきたことも、やっぱりそこがすごく自分の中で大きいなっていうのもありますし、うんうんうん、あともう一つは父が大事にしていたんだろうなと思うんですけど、あの、はい、キッチンに、まあ、田舎なので台所って呼んでましたけど、曹洞宗の五感の下っていうのが飾られていて、はいはい、
まあ、食事の作法なんですね。で、父が額に入れて今でもね飾ってあるんですけど、その中の一つすごく、あの意識じゃないな、なんだろう、それを一個だけ空で言えるのがあって、今でもあれが功の多少を測り可の来生を測る。でそれはあのその食事ができるまでに関わってきた人や、どんなどれだけのこう期間を経て作られてきたとか、まあ、そういう背景に思いを馳せて感謝していただきましょうねっていう言葉なんですけれど、それって何にでも言えると思うんですよね、うんうんうん、例えば一つイベントをやるにしても、わあ楽しかったじゃなく、そこにはすごいいろんな人が関わってそれを作り上げてきてるとか、うんうん、お祭りもそうだし、でそういうのって私たちが今生きてるっていうこともいろんな人の命とか思いとか、うん、そういうのがあってこうつながってきてるっていうのをすごく思う、うんうん、なのでその五感の下のその最初の、まあ、全部すごいいい言葉なんですけど、その一つっていうのがすごく私の中ではちっちゃな頃からあんまりね思い入れ思って子供の頃いたわけではないし、押し付けられて覚えたものでもなく、うんうん、ただそこにあったから知ってるんですけど、まあそういうのはあったんじゃないかなっていうのは今でも今になって思いますね、そのいくつか3つは、うん、ちっちゃい頃からそういう環境があって、やっぱそういう背景があって今のその新田さんがなってるんだなっていうのをすごく感じました。うん、ただね、それを気づくのには随分時間がかかりましたけどね。あ、そうなんですね。うん、なんかそういうのが大事だけど、大事だなって、こういう背景があるから今これがやりたいんだなっていうのはつながったっていうのはね、そんな、うん、20代ではまだ全然分かってなかったと思います。うん、なんかすごくつながって、今の雰囲気もそうですし、やられていることともすごくつながってるなっていうのをすごく感じました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はあ、本日はですね、いやすごくインタビューですごくつながりましたし、いや本当に新田さんの思いがすごく伝わったインタビューだったなと思いました。本日はですね、シンシアの、シンシア PR のやられている新田真由子さんにお越しいただきました。新田さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。